こんにちは、認定パートナーの小原です。本日は小原チームの亀田さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いいたします。私の方から簡単に亀田さんのご紹介をさせていただくと、ちょうど自分のチームに参画したのが2年ほど前ですかね。そうですね。簡単に紹介すると SEO オタクだと思っていただけたらなと思ってます。私の方が今まで動画とかでは営業代行みたいな領域で関わってるんですけど、実はうちのチーム営業代行ともう一つ亀田が主導となって回してくれる SEO の領域のご支援もできるので、今回はそちらのご紹介をさせていただきたく来ていただきました。SEO に関しては全部亀田が一任していて、私含めた2期っていう人間もいるんですけど、それがサポートに入っているという形になっております。今回亀田さんに来ていただいたのが SEO のリライトの無料のお試し発注が限定5社様でできますっていうところのご案内の動画になってますので、ぜひ最後に見ていただけたらなと思っております。なぜこういうサービスの背景になったのかみたいなところを自分と今亀田でお話しさせていただけたらなと思うんですけども、私がもともとですね、家庭教師の訪問販売をやってまして、そこで家庭教師って無料体験事業とかありますよね。無料でお試ししてよかったら契約してねっていう営業スタンスでやってたんですね。それがとても自然でお客様満足も高いなと思ってましたと。あとは小さい頃スーパーのソーセージの収穫あるじゃないですか。あれでソーセージ作ってるおばちゃんがいて、これ食べてみたいな感じで息子に食べさせて、美味しかったらお母さんに買ってもらうみたいなとこ僕が小さい頃よくやってて、あれの構造が確かにユーザー行動としてとても綺麗だなと思ったんですよね。その中でその営業の業界からウェブ業界に来たら SEO 業者って結構見つけづらいなと思いましたと。実際に言うと、例えば SEO 会社って検索していただいたら上から3ページ目はおそらく一覧みたいな形で出てくると思うんですよね。そこの企業のホームページどこ見ても高品質低価格即納品とかそういうのも書いてて、どこも同じような文言を書いてますし、どこも同じような見積もり来て、とてもこれ発注サイドからしたら業者見つけるの難しいなっていうのが僕が最初に思った印象でした。それを今の代表の岩野に相談をして、この業界課題を解決できないですかねみたいな形で持ってって、ちょうどこの無料お試しリライトみたいなところをカメラと始めたのが1年半ほど前という形になってます。亀田さんがこの SEO 業界感じた課題とか、なぜこの事業に参画いただいたのかみたいなところ、責任者として理由みたいなところをお伺いしてもいいですか。 SEO 業界契約前後で品質だったりとか熱量にすごいギャップがあるなっていうところを感じたっていうのが多いなっていうふうに思っておりまして、例えば営業の担当者が出た時はすごい熱量を持ってくれたのに、結局つながれた SEO 担当者が全然熱量なかっただったりとか、そういった事象も多いかなっていうふうに思っております。この SEO の無料リライトっていうところをさせていただく際は、無料リライトを担当する SEO 担当者、そしてその正式なご発注をもしいただけた際の SEO の担当者っていうところ、そこが常に同じ人間が担当者が担当することになりますので、そこのギャップが生まれないっていうのが強みかなというふうに思っております。これは僕も結構感じてて、 SEO 会社さんに問い合わせると SEO のマニアックな方が出てきてそのまま担当者についてくれる会社さんもあるんですけど、一方結構大きめの会社になると営業担当がいて、その人たちがゴリゴリシミュレーションとか出して、とりあえず100本入れたらこれぐらいの数字取れます、半年間契約くださいっていう形で、どうしても営業もあってノルマ勝負なんで受注を取ってくると、そこに対して無理やりなシミュレーションを作ってこれいきますよって温度感高くね営業していて、ただ発注したらその結果にならなくて、そこに使った予算無駄だったよねみたいなことになると思うんで、ちょっとその座組を一緒に共感してやっていただいてるって感じですね今、はい、どういう企業さんがこの無料リライトの発注に適しているのかだったりとかお返しもいいですか。はい、大きく分けて3つあるかなっていうふうに思っておりまして、1つ目がそもそも SEO の業者っていうところをどこにお願いしようかっていうところを悩んでる企業様、2つ目が現状 SEO をお願いしていても品質だったりとかアウトプットに納得ができない、満足ができないっていう企業さんですね。3つ目が過去に SEO 対策を外注した時に失敗してしまった経験がある企業様だったりとか、そういったところを対象とさせていただきます。なぜリライトなのかみたいなところも気になるかなと思うんですけど、要はこれは分かりやすいからですよね。前後のビフォーアフターが分かりやすくて、私たちが改善することによってこれぐらいの変化がありますよ、それ順位含めて記事の考え方だったりとかっていうところもロジックも全部共有させていただくんで、そこがリライトだから分かりやすいって形なので、うちのパッケージとしてはもちろん外部対策のヒリンクだったりとか新規記事制作もできるんですけど、分かりやすさでリライトを今回お試し無料でできますよとご案内してるという形になってます。無料でリライトさせていただくっていうところで、最初の原価はストックさん、私たちが持たせていただくっていう形になってます。実際にライターに発注してディレクターが品質担保をしてそれを納品させていただくっていう形なので、その原価分を私たちが負担するというところで、全てのいろんな企業様とりあえず興味持ちたいから1本発注するとか、今月納品数足りてないからちょっと1本リライトお願いしたいなみたいな会社さんに来られちゃうと正直困るので、条件というのを設けさせていただこうかなと思ってます。条件としては2つございまして、1つ目がまず無料リライトの後必ずご検討結果をご共有いただくっていうところですね。例えば見
送るっていう形になってもっていうことでもありますし、お願いしますというところになっても1つ目でございます。2つ目が実際にご発注の意思がそもそもあるかどうかっていうところが不確認になります。無料だからやってみようというところだったりとか、そもそも最初から発注する意思はなかったよっていうところの企業様はお断りとさせていただいております。予算的なところで言うと、レンジデート月5万10万から受けてますので、そこは気にしていただかなくて大丈夫かなと思って、私たちとしては発注してくださいというよりも発注をしようと迷っていて、そこの課題解決として私たちのこのサービスがあると思っていますので、そこは一旦発注の意思があって SEO 業者探してんだよねっていう方はぜひご利用いただけると嬉しいなと思っております。この無料のお試し発注みたいなところがちょうど1年ほど前から始めて結構好評なんですよね。なぜかというと、私たちの品質を見ていただいてお断りしていただくのは全然問題ないですと、見ていただいて良いなと思ったら発注いただけて、最初とこの無料の段階でいいなと思っていただいたら基本的にずっとお願いしていただくケースが多くてですね、解約率もとても低いっていう形になってるんですね。もう新しくパッケージを作ろうっていう形でサービス名をですね SEO トライアルとして、今回 LP もこちら側で作らせていただいたので、概要欄に LP が貼ってありますので、この動画でご興味持っていただいた方はその LP からご連絡いただけたらなと思っております。実際ね、亀田さんの SEO トライアルチームがどういう実績とかどういう考え方やってるのかみたいなところは次回の動画でお聞きできたらなと思います。本日は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。